マツダアンフィニ MS-8 は、マツダが展開していた、販売店、ブランドアンフィニで、1992年から1998年に、かけて販売された、D、E セグメントに属する4ドアハードトップサルーンである。社名のアンフィニ MS-8 は、同社が販売される、販売店、ブランドアンフィニの名称に、英語で、 大いなる思いを意味するメガロスピリッツの頭文字と、社格を示す八とを組み合わせできた造語で、無限大に広がる喜びを提供するサルーンの意味合いが込められている。1992年3月松田ペルソナの後継者として、当時の新販売チャンネル、アンフィニブランドにて発売される。ペルソナのコンセプトである、 インテリアイズムを継承し、インストゥルメントパネルがとてもユニークで、現在はミニバンによく見られる、インパネシフトを採用していた。このインパネシフトは、ニューモードシフトを名付けられ、日本車では、日産のエスカルゴに次ぐインパネシフト車であった。よって、フロントシートは左右ウォークスルー可能なベンチシートを採用。 オーディオパネルはスバルアルシオネ SVX に続き、全体にカバーを覆うことができ、隠すことができた。マツダではコスモに続き採用。前席用シートベルトは、ペルソナと同様、テンショナー本体がリアドアに内蔵され、前席ヘッドレスと横のガイドアンカーを経由して、バックルに固定される変則的な方式だった。1992年10月には、 サンルーフに装備した太陽電池を用いてファンを動かし室内換気を行う装備が追加された。1993年1月2.0リットルに装備品の見直しで値下げをした2.0タイプ GS を追加。1993年7月タイプ R は装備品の見直しでタイプ RJ となる。2.5タイプ G リミテッドは廃止。 1994年6月マイナーチェンジ。フロントグリルアルミホイールのデザインが変更される。グレードがグランデールグランデール G とツーリングツーリング S のみに。1995年12月前車に運転席、エアバッグが標準装備。グレード体系の見直しでグランデール系のみへ。1998年3月前年のカペラの フルモデルチェンジによる、車種整理とオーダーストップのため、生産終了。以降は在庫対応分のみの販売となる。1998年6月在庫対応分が、すべて完売し販売終了。クロノスファミリーの中では最後まで生産された車種でも、あった。アンフィニエム S マイマス8。トヨタ自動車株式会社。2020年1月24日閲覧。 MS-8 のカタログ。リクルート株式会社。2020年1月24日閲覧。ありがとうございます。